今から60年前の1963年、県古川農業試験場で初錦と笹しぐれを交配して誕生した笹錦。戦後の食糧不足に対応し、より多く収穫できる品種として開発されました。炊き上がりの香りやさっぱりとした味わいなど、その品質の良さが評価され、1965年には県内の作付け面積でトップの品種に、全国でもコシヒカリに次ぐ作付けを誇り、東の笹錦、西のコシヒカリと呼ばれました。いかがですか、笹錦の味は。美味しいですねしかし、イモシ病に弱く倒れやすいという栽培の難しさから、93年の大冷害を機に生産量が激減。まあ、これは天候の災いすっとこであって、どうにもしようはねえと思うんだけども、まあ、個人の引っ越しでありながら、来年こそっていうようなことで、まあ、やっていかなきゃいけないんだろうなと、そうと思ってるんですけどね。冷害に強い米として誕生した県産米一目惚れに取って代わられ、全国の栽培品種上位20位からも姿を消しました。発表いたします。最優秀賞を受賞されたのは、エントリーナンバー3番諏訪恵里奈様です。県では笹錦の魅力を知ってもらおうと、今年2月にロゴを一新するなど PR に力を入れています。新米の PR イベントではサンドウィッチマンの2人もエールを送りました。お米といえば笹錦でしたからね、ずっと笹錦食べて育ちましたから。長年愛される伝統の品種笹錦は、還暦の今年復権を目指しています。